こんにちは、夫婦サーティーです。バーミキュラライスポットクッキング、今回はスポンジケーキ作りの模様を前編後編の2本立てでお届け。前編はミキサーなし、裏技なしの自力でひたすら混ぜるメレンゲ作りに挑戦します。材料はこちら、卵6個、グラニュー糖 120g、 薄力粉 90g、 コーンスターチ 30g、 無塩バター 60g。 5合炊きのライスポットで作るので直径約 23cm のケーキが出来上がります。今回もバーミキュラの公式レシピサイト、マイバーミキュラに掲載されているスポンジケーキのレシピを参考に作っていきます。作業をスムーズに進めるためにあらかじめ次の3つを準備しておきます。卵は卵黄と卵白で分けておく。薄力粉とコーンスターチを混ぜ合わせておく。バターを湯煎で溶かしておく。準備が整ったので卵白を混ぜてメレンゲを作っていこうと思うのですが、普段あまりお菓子作りをしない私はケーキ作りに欠かせないハンドミキサーを持っておりません。故に今回は泡立て器を使って自力で混ぜていきます。お菓子作り初心者かつただひたすら泡立て器で混ぜたらどのくらいでメレンゲは作れるのか、ご興味ある方の参考になったら嬉しいです。ひたすら混ぜる覚悟が決まったところで調理を開始します。卵白にグラニュー糖 80g を3回に分けて加えながら角が立つまで泡立ててメレンゲを作っていきます。 30g くらいを目安にグラニュー糖を入れていきます。さあ混ぜていきますよ。混ぜるスピードはこのくらいで、力の加減がわからない、全身に力が入ってしまいます。やばい、すでにものすごい疲労感、息が思いやられます。ちょっと混ぜて一瞬休む、ちょっと混ぜてまた休む、ちょっとの休みじゃ足りなくなってきたので自力でメレンゲを作っている人の YouTube を見たりしながら休み休みではありますが混ぜ続けます。泡立ってきました。めげることなく続けていくとだんだん白っぽくなってきます。混ぜることに夢中になって2回目のグラニュー糖を投入するのを忘れていました。 25g くらいを目安に加えていきます。ひたすらひたすらひたすら混ぜていきます。少しずつですがさっきよりは固まってきましたね。これはうまくいきそうな予感。3回目、残り 25g のグラニュー糖を投入していきます。さあラストスパート、メレンゲの角が立つまでまたひたすら混ぜていきます。持ち上げるとまだとろーっとしてますね。続けます。もう少し。
果があると楽しくなってきます。ランナーズハイならぬ混ぜ混ぜハイになってきました。お疲れ様でした。今回はミキサーなしでメレンゲ作りに挑戦しました。6個分の卵白を混ぜるのにかかった時間は約20分。お菓子作り初心者ということもありもっと時間がかかると思っていたので意外といけると思ったのが正直な感想。泡が立って白く固まっていくまでの15分くらいは不安だけどここまで来ればもう大丈夫。あとは混ぜるのが楽しくなります。さて次回後半戦はいよいよ生地を焼いていきます。ひたすら混ぜる動画にお付き合いいただきありがとうございました。